はい、皆さんこんにちは。210センチ石橋です。久しぶりの身長トークですね。なかなかこう吉本の本社で身長トークもなかなか久しぶりかなという感じです。今回は、ラグビーの元日本代表、大野仁さんに来ていただいています。大野さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。大野さん身長何センチでしたっけ？192です。192ですよ。だけどこのラグビーなので体がすごいじゃないですか。あのあれですよね、ロールプレイングゲームの戦士タイプですよね主人公の方ですよね。いやいや、そうなんです。僕はあのやられる副ボスキャラになる間違いないです。どっちかというと、はい、やられる方のボス系です。ボスちょっと一個手前ぐらいそんな感じです。まあいろいろそのどうやって身長伸びたかプラスあのラグビー界のこともあんまり知らないので、はい、そんなことも今日はお話できたらなと思います。小野さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずはですね、僕らの出会いから話をすると、はい、衛星テレビのなんかテレビ番組で、そうですね、今2年前ですね。2年前になんかいろんなスポーツの代表の方が集まって、あのこれ芸人さんでしたっけ？芸人さんはタレントチームと元日本代表のアスリートチームで、ゆるスポーツ、そうだ、ゆるスポーツで対決する。そうなんですよ。それからなんかご縁があって、あのそれだけじゃなくて、僕まあちょっとまだ YouTube 上がってないですけど、セレスティア・グロウさんっていう、あのヒールを履くと210センチになるっていうオカマさんがいて、まあその人とちょっと撮影したので、ちょっとあのお店に遊びに行きますって言って、2丁目の、まあ、オカマさんがいるところに遊びに行ったんですよ。そしたらそこのママさんと話して、あら、金ちゃんより大きいわねって言われて、金ちゃんって誰ですかって言って、大野仁さんなんで金ちゃんって言われて、平均な金って書いて仁さんなんで、たまたまそこで、あ、そうなんだ、大野さんここ来てるんだと思ったんですよ。そしてもう一つ、その後にあのベッドインとのトークの時にあのスナック行ってるんですよ。それが4つ、あそこのスナックで僕結構行くんですけど、行った瞬間になんかすげえ体育会系のノリですごい酔っ払ってる人たちがグループがいて、何かと思ったら大野さんと、あとまず代表のマナ真壁さんと、あと柔道の秋元君、あの世界チャンピオン、すごいメンバーがベロベロに酔っ払ってて、自分も入ってきた瞬間、あ、石橋さんだと大野さんだでカウンターに座られる。そうです、そうです。まあその帰りかな、そのなんかだいぶ後にまたそのスナックの帰りだったんですけど、あの京王線で座ってたら、なんかすげえでかい人が入ってきて、俺どうしたって思ったら、大野さんだって思って、そーっと横に並んで、全然気づかなくて、こっちからすごい圧が来るなと思ったら、石橋さんで、あっって。で、あれですね、吉本入られたんですよね。あ、そうです、エージェント契約させていただいて、これでまたお仲間が一人という、まあ、本当にすごい大きくて。ごついんですが、すごい紳士な方で腰が低くて、いやいや、石橋さんって言われるとなんか全然実感ないです僕はあの腰低くないんですよ。いやいやいや、まずそのご両親、はい、何センチぐらいですか？でそう、両親とも小さくて、うん、父親が170センチ台で、はいはいはい、で母親も150センチ台で、あ、そうなんだ。あのご兄弟は？兄弟も4人兄弟で、はい、姉2人と弟なんですけど、はいはい、姉2人も150センチ台で、弟も170フラットぐらいです。あ、そうなんですね。じゃあ家族でなんか大きいトークとかできないですね。できないというか、そうですねあのおじいちゃんが、私のおじいちゃんが大正生まれにしては大きい方だったんです。あ、なるほど、まあ、その血かなっていう、はい、そっか、じゃあお父さんお母さんもあの家計的にもおじいちゃんがちょっと大きいぐらいっていう。そうですね。あと実家が酪農をやってて、どちらでしたっけ？福島、はいはいはい、酪農やってて、はい、で牛乳を家で絞ってたんですね。だから牛乳は水代わりに小っちゃい時から飲んでたんですけども、はいはいはい、まあ、身長伸びたのは自分だけで、はいはいはい、でも兄弟全員骨太の体はしてます。ああ、なるほど。骨太の体、そうですね。バスケはちょっと細身でもできますけど、ラグビーは大きいだけじゃダメですもんね。少ないといけないですもんね。だからそんな長く怪我せずに現役やれたっていうのは、はいはいはい、そういう子供の時から農作業手伝って牛乳飲んで、はい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 、本当にナチュラルに強い体になったから、はいはいはい、いや、すごいですよ、本当に。体重何キロぐらいですか？体重は100キロは、現役時代は105キロ。すごいですね。あのバスケの選手とラグビーの選手もそうですけど、格闘系の選手との筋肉のつき方の一番の違いはここなんですよ。首なんですよ。バスケって頭からぶつからないので、ここの僧帽筋あんまり大きくしないと、あとシュートを打たなきゃいけないので、ここの柔軟性がちょっと失われると邪魔になる時があって、シュート狂ったりするんですよ。だからここはあんまり、まあ、やる選手もいますけど、ここがモコって選手はいなくて、
でもラグビーの方はみんなここ首が大切ですね。ね、そうですね、一番ここは首が、はい、頭から使っています。足何センチですか？ちょっとちっちゃくて31なんです。31か。庄司さん何センチ？僕33。そうですね、いやでもね、あれなんですよ。僕の体の割には33小さいんです、うちのチームにデビッド・ドブラス選手っていうスペイン出身の僕と同じぐらいちょっとちっちゃいぐらいですけど35センチです。多分バランス的にも僕と多分一緒ぐらいです。今33って日本で買えます？買えないです。通販で買う。そうやっぱそう、はい、自分も昔は海外に遠征行った時にまとめて買ってくる、今は日本でも31までは売ってるんです。売ってるんですよ。32ぐらいまでギリあるんだけど、33になると思わないんです。誰も知らないですね。すごいこの黒は知らない、わからない。全然知らない。だって昔も服だってあれですもん。背の高い人用の服を買うと細身なんですよね。すごい細くて、なので入んないんですよ。で今度はこっち幅に合わせるともうダボダボ。ダボダボだし、もう足は短いし、袖は短いし。多分同じ感じですよ。そうです、同じですよ ね。あ、でもやっぱ牛乳か。牛乳説。でも自分より身長、あのラグビーやってる自分より身長高い選手で、はいはい、牛乳嫌いで、嫌いでほとんど飲んだことないですっていう選手でも身長高い選手がいます。一概に全員が牛乳飲んだら大きくなるとは思わないですね。でも丈夫な体になるんで。そうですね。骨が強くなる。お肉とか何を食べるんですか。うちの家で子供の時、焼肉をやるって言ったら絶対ラム肉だったんですよ。ジンギスカンが焼肉って言われてて、で大人になって焼肉屋さんに行った時に牛肉が出てくるじゃないですか、うんうん、いつラム肉出てくるんだろうって。あ、分かります分かります。で、タン塩って何って思いました。そうそう、タン塩レモンって何って。いや、それも同じですよ、北海道。ああ、そうですね。焼肉といえばジンギスカンだったんで、当時はそこまで意識してはなかったですけど、やっぱりラム肉ってやっぱ体にいいっていう、うん、そうですよね。言われてます。これじゃひょっとしたら組み合わせじゃないですか。ラム肉と牛乳、うわ合わねえか。ラグビーだとやっぱでかい多いですか。2メートル超えっています。だから自分のポジションがロックっていうポジションで、はい、そのチームで一番身長が高い選手がやるポジションです、はいはいはい、だからその南アフリカだったりニュージーランドだったり、うん、そういう強豪国のロックの選手は、うん、もうみんな2メートル超えです。あ、2メートル120キロが普通のレベルです。まあ、多分大野さん今いくつでしたっけ。まあ、45です。45です。多分大野さんの世代の時だったらめっちゃ飲んだんじゃないですか。まあそうですね、チームで飲む時は。しかも人数多いじゃないですか。もうチームとしては40人以上は必要ですね。40人のごつい人たちが集まって飲み会とかしたら、しかもみんなラグビーでしょ。なんか俺一回、これ本当かそうか知らないですけど、なんかそういう人たちで飲み会して2階で飲んでたらなんか2階穴開いてちょっと崩れたとか。でもラグビーで、ラグビー選手で飲むと独特のルールがあって、うん、右手で飲んじゃいけない。右手でグラスを飲んじゃいけない。はい、右手で飲んだのを指摘されたら、はい、そのグラスを全部開けないといけないっていう、そういうルールがあって。そうだ。だからみんな常に左手で持ってるんですよ。それなんでかっていうと、ラグビーって試合が終わった後に相手チームとアフターマッチファンクションとか、はい、お互いの健闘を称えながらビールを飲んで乾杯する時間があるんですよ。ビールなんですね。ビールです。ビールで、まあ別に何でもいいですけど、お酒のビール。その時に常に相手の方と握手するために右手は開けておかない。ああ、なるほど。それ左手で持ってない。右利きとか左利きとか関係なく。関係ないですね。僕はもう学生の時にちっちゃいグラスあるじゃないですか。あれ、僕あれをこう 0.1 秒ぐらいで飲めるんですよ。ビールを。でも先輩方が面白がって、しばしちって洗えて20個ぐらいそれ全部並べて、端からやってけ、カッ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 全部飲まされたりとか、あとなんかジョッキーこうやって飲んでたら、大瓶2つ、先輩に2つこう両方からつられて、ずっと溢れるぞ、溢れるぞって言ってたら、ずっと吸ってる、って吸ってたりとか、そんなのありました、なんか。さっきその、はいはいはい、ビールのコップを、はいはい、この1秒取ってたんじゃないですか、はいはいはい、自分知ってる選手で、はい、ビール瓶を3秒で飲めるやつ。うわ、怖っ。で、なんでそんな早く飲めるのって聞いたら、喉を開ければいいんですって言ってた。分かんないです。その人にしか分からない感覚があるみたいですね。寝ました？いや、そうですね。睡眠時間は多かったです。だからそれも子供の時から。はいはいはい、入眠時間が大切だって言われてるんですよね。はい。10時から12時の間に寝ると成長ホルモンが出るから伸びるって言われてます。
のラグビーでも身長大きい選手はよく寝てましたね。あ、そうなんですね。昼寝の時間もしっかりとって、はいはいはい、睡眠は絶対大切なんですね。やっぱりね、こう身長伸びる方法ってやるとやっぱり中学生とか小学生とか大きくなりたい子たちがよく見てるので、まあ、牛乳はまあ人によって違いはあるかもしれない。まあ、でも骨は強くなりますね。うん、あとはやっぱ一番は野菜、肉、そうですね、あとお米、まあ、牛乳もそうですけど、バランスよく食べて運動をたくさんして寝ることですね。寝るっていうのはすごいですね。まあ、大体でもそのバスケだと大きい選手は多いんですけど、大きい選手は圧倒的に食事が足りないですね。あ、やっぱり体大きいとそれだけカロリーも消費するので。バスケット選手って1日何キロカロリー取りなさいとか。僕はバスケット選手なのかどうかわからないですけど僕は栄養士の先生に合宿した時は5000から6000とか。バスケもそうなんですね。ラグビーも同じです。同じですか。5000から6000って無理ですからねだから1日5食ぐらい間食入れて、そうですね、5食ぐらい取らないと取れない。とんかつ定食食べてあれ1000ぐらいですか。ですよね。1日5回とんかつ定食食べてるんですよね。大野さんは今は勤めてられるんですか。今はフリーなんですか。フリーというか、はいはい、まあ、今まで社員選手ではあったんですけど、引退して、はいはい、まあ、独立して、独立して、はい、芸能活動、いや芸能活動というか、まあ、いろいろ公演の仕事をさせてもらったりとか、はいはいはい、あとイベント、ラグビーイベントだったり、はいはいはい、スポーツイベントだったり、あとは私がもうずっと現役でプレーさせていただいた東芝ブレイブルーパス東京というラグビーチームのアンバサダーをやらせていただきました。なるほど、なるほど。いやでもあれですね、まあ、結論としてはあれですね、まあ、よく寝ることですね、まあ、あとラム肉だ、ラム肉と牛乳、このセット。あ、そうですね。どうですか、ラム肉と牛乳どんな料理が出来上がるのか分かんない。ジンギスカン食べながら牛乳飲む。いや、ラム肉食べてご飯いっぱい食べてお腹いっぱいになって牛乳飲んで、でいっぱい寝ると、あとは動くということですね。いやいやいや、これでまた子供たちがちょっとでも大きくなってくる。やっぱりね、大きければいいってもんじゃないって人も多い中、やっぱり大きい方がいいと大きいに越したことはない、うん、同じ動きができるならと僕も思うので。そうですね、はい、低くて早く動ける、そうそう、それが一番いいので、まだね、背が伸びる途中の子たちはこういう意見を参考にして大きくなってくれたらなと思います。はい、小野さん今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。